こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい。 SSS がすごいことになってますよ、来たということで、ついにですね、カフェができたと、塀ができたというご連絡いただきまして、 SSS にやってまいりました。お呼びしたいと思います。高橋さん、大塚さん、よろしくお願いします。ご無沙汰してます。2週間ぶりですね。ありがとうございます。ついに出来上がり、完成しました。おー、完成しました。改めてちょっと説明しとくと、ブロッキーっていう発泡スチロールを使った素材の塀ですよね。はい、実は今、はい、発泡スチロールの芯材として、うん、目隠し塀が流行ってるんですけども、万が一、はい、大地震がありましても、はい、中身は発泡スチロールですので、はい、あの人的被害はほぼないんですよ。あー、なるほどなるほど。素材に押し潰されるってことがないってこと。そんだけ軽い素材なんですか。倒れない前提ですけどね。倒れないけど、もし倒れたとしても軽い。で、普通に壁作るよりはコスト的にはどうなんですか。どっこいどっこいぐらいですかね。まあ、ブロック塀って、ね、こういっぱいあるじゃないですか。今老朽化問題ですけど、あれと同じぐらいの金額感で高さ2メートル建てれちゃうような。なるほどなるほど。で、他にメリットは、誰でも簡単に施工できますように開発したのがブロッキーと言いまして、ブロッキー、その商品をちょっといいですか。これ今回マジでオリジナル、完全オリジナル。完全オリジナルです。もう1年間かけて研究開発して、ほんまに発泡スチロールやん。軽っ。ぜひちょっとこうカパカパやってもらって。カパカパ、はい、カパカパ、こんな感じですね。これを重ねていくってことですか。はい、でここもう一回こう縦に入れていただいて、はい、でこちらはこう上から落とす感じで、ああ、すごっ。子供のあのブロック遊びみたいなのが誰でもが簡単に詰めますので、ね、これすごいけど強度って大丈夫です。あの実は、まあ、他の会社さんもやってるんですけど、うち耐震試験と耐風圧試験、実は監視試験やってて、阪神淡路の大震災もこれガンガン見れても壊れなかったっていうのを動画で公開してます。この右側が完成してる状態ですね。これになんの、これ発泡スチロールです。中これ発泡スチロールなの。はい、こうなってる。あ、だからこまず下に基礎みたいなのを作るんですか。そうですね、はい、一般のコンクリートブロックを普通にあの基礎を作ってもらって、はい、その上に、ブロッキーを乗せて、ただ穴にセメントを流すだけです。はあ、この穴にセメントを流すんや。ほんで強度が、芯の強度はセメントと鉄筋で持って、表面はこのカチオンって言われるベースコートだったり、ジョリパッドで持たせるようなイメージです。ほんで逆に揺れたりしたらしなるようになってるんや。そうです。もうコンクリートだったらこうパキッていっちゃうんですけど、ブロッキーだったら逆にこうしなって戻るっていうので。あ、すごいぞこれ、マジで簡単。へえ、俺でもほんまにできるわ。ほら、 SSS のカスタム新しい塀、玄関口、よろしくお願いします。お願いします。これはすごいことになってきた。で、打ち合わせさせていただいて、色も決めて、形もサイズ感も決めていただいて、ほんで施工チームの皆さんにも来ていただいてて、はい、結構大変やったんですか。どうですか。どうでした。大変ですね。創業者もフル日程、大塚もフル日程、ずっと来て、でも楽しかったんで全然。本当ですか。苦じゃないです。天候がね、ちょっとそうそう、ちょっとなんか天候いろいろ台風来たりとかしながら、遅れるんじゃないかなんか言いながら出来上がってるということなんで、ちょっと早速、はい、ご案内します。お願いします。これをつけて、じゃあちょっとその場で見たいんで。はい、ちょっとどんな感じですか。こんな感じで、これで、はい、この絵は家宝になります。その普通にこういう塀作るとしたら、はい、労力とかもっとかかるわけでしょ。まあそうですね、やっぱブロック塀であの1個十何キロっていうちっちゃいブロックをおっちゃんたちはこう今までこう重ねて高さ積んでやってたんで、はい、もうそれに比べたらもう全然半分とか3分の1の時間とかでできちゃう感じですね。でも本当塀自体は1日だけでできちゃってるんで、うん、あ、そうなんや。あ、そうです、そうです。この目隠しして歩くんってめっちゃ怖いねんな。今クロちゃんの気持ちがわかるわ。このまま、え、赤坂ってことだったら、あーってなる俺。間もなくです。はい、カウントダウンで高橋さんが、はい、撮りますね。開ける感じですね。オッケー、5からいきます。
いきます、せーの、5、4、3、2、1、どうぞ。うえぇー、すごーかっこええなんじゃこれ。ありがとうございます。何これ、シャレシャレやん、めっちゃおしゃれ。どうですか、高さとか色と か、セキュリティ万全やん、これ何。もうこれも、まあ、ブロッキー実は全然関係ないんですけど、もうこれも大塚創業の大塚が設計して、設計してくれて完全造作で作らせていただきました。これはすごいわ、一流の別荘やん、もうこれ侵入できへんもん、すごい、めっちゃいい、すごない、すごいですね、大豪邸みたいになってる、むちゃくちゃかっこいい。ありがとうございます。これ2週間でできるんですか。これ2週間、台風ありきの2週間で、台風ありきの2週間、開けてみていいですか。もちろんです、もちろんです。うわうわ、これすごいわ。ほんでこのまま別荘に行くっていう、なんかちょっとやばないこれ。すげえ。で ここは一応こうやったら開くんや、こうやったらここ開くんですよ、フルで。だからなんか重機搬入したい時とかは ここまで入れちゃえるし、なんやったら車2台止めることもできますよね。そうですね、突っ込んじゃってもいいですし、突っ込んで1台、すごっ。でこの砂利敷いてくれたんですか。ちょっと車がこう出入りしやすいような形で、めっちゃ出入りしやすい、高さ上げさせていただきました。すげえ、ありがとうございます。よかったです。ヒヤヒヤしてました。ドキドキしてました。かっこいい。でこうやってこうか。これはマジで感動しました。この色いいっすよ。めっちゃいい、むちゃくちゃいい。発泡スチロールだもん。はい、強度もバッチリで。あー強いわ、すごいな。もう地震が来ても、もう全然大丈夫です。いけますね、はい、僕宅配ボックス置こうかなと思ってるんですけど、どう思います。でもなんかかっこよすぎてもったいない気もするな。くり抜いてつけとけばよかったですね。ああ。後からまだくり抜いて付けますよね。が外付けのポストをとりあえずこの辺に貼るとかでもいいかな、はい、かこの端っこになんか置いとくかですよね、うん、
そんな相談は自分で決めろって話ですけど。いやー、これはかっこいいわ。これだからこの発泡スチロールのブロッキーが今からもう注文とかできるようになったんですよね。できます。もう全国の業者さん、フランチャイズじゃないんで、はあはあ、誰でも業者買っていただいて施工いただける。だから神奈川じゃなくてもいい。もう全然、はい、お願いします。いやーすごいわ。さあ、ということで今回は本当にすごい、こんなんができるんやな。多分この周りの人たちもあれどうなってんの、急にあんなんできてるけどってなってると思うね。これだから別荘だけじゃなくて普通の住宅でも塀作りたいとか、なんか庭にちょっとしたスペース作りたいとか、そういう人にもおすすめですよね。ぜひぜひ。囲っちゃってサウナやっちゃって、うん、外気浴やっちゃってって形みたいな人でも全然おすすめなんで、お問い合わせはどちらに。ホームページを記載させていただきますので、あ、ぜひ概要欄にホームページ URL なんか載ってますんで、ブロッキーで目隠し作ってみたい、全国どこの方でもご相談いただけるということなんで、はい、マジですごいです。ありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしい。